こんちゃーす、中までたっぷりちはやです。100人マリオチャレンジ難しい完封目指していきたいと思います。まだ可能性はありますね。あと4コースパーフェクトクリアしつつ3アップできればまだ100機戻せるんで、まだ可能性はあります。マジで？こういった方が安定な気はするな。壁キックじゃなくてさ、壁キックで行ってほしいんだろうけど、こっちで行った方が多分。死んだ。できれば壁キックで行きたいんで、ちょっと頑張ってみましょうか。あ、早くも潰れた。早いよ、潰れるの。トン、トン。危ねえ。こうなって、こうなって、こうなって、こうと。オッケー。プラマイゼロか。プラマイゼロだな。ステージ8を参りましょう。知恵を使ってゴールしよう。謎解き？走ってジャンプして、壁キックだろうな。ほっ、ジャンプが出ないと死ぬな。これさ、思ったんだけどさ、踏まなくてもさ、いけるな、いけちゃったな。踏まなくてもいけちゃったな。マイナス1機か。3アップできねえな。なかなかないね、そういうコースが。ステージ9参りましょう。ちょっと今回コースに恵まれてない。正確には3アップできるコースに当たれてないですね。これ一番辛いことなんですよね。完封目指すんだったらね。なんだろう、キノコか。ここは取っておきましょう。特に中身が何かあるわけではないんだね。いるのか、そこら中に。なるほど。うわ、倒したいね。はっ、倒せなかった。あぶねえ。あ、ファイヤーだ。これは突っ込まずに先に倒しましょうか。出てきたのここだっけ。見えないところからのドッスンとか一番どうしようもねえからな。勝った、勝ちました。あとは3アップ用の何かがないかな。緑の悪魔とかいねえかな。いねえか。3アップできそうなところが。しまった、捕らえたか。おっとっとっと。お、でも取り返しましたね、ファイヤー。ちょっとダメそうかな。せめて最後の1アップぐらいか、できるとすれば。ちょっと緑の悪魔探すのは、あんまりいい策じゃなさそう。しまったな。これ多分そこら中にファイヤーが隠されてるんでしょう、きっと。あー、うん、今ちょっと、もうちょっとキラー出せばもう1アップいけたかもしんないな。プラマイゼロ、プラマイゼロだな。こういうコース多いですね、ちょっとね。残り7コース。まだ可能性はある。3アップできるコースをちゃんと見つけたい。なさそう、でも。普通に緑の悪魔が設置されてるでもいいんだけどな。あとはコインで3アップするしかないのか。おっと、なんと単純なミスを。コイン稼ぎましょう。コイン稼ぎながらとか。あぶね。結構きついけど。果てしない作業だよね。コインを。コインを見つけながらっていうのは結構果てしない作業ですけど。やるっけないっすね。あれどうやって取る？これは P だな。P が必要だな。でも P があった。一応赤コインも取っといた方がいいでしょう。何があるかわかんないからね。
さあ入ります。わあわあわあ、危ねえ。やばいな、できればミスりたくないっていう状況でちびっこになるのは怖いよね。お、ここでティオジザルスムンチクッパス来たー。そうか、コーラちゃんが、ノコノコちゃんがいればナイス。わざわざ降りなくてもゲットできると。できるか本当に。お、ナイス、ちゃんと言ってくれましたね。跳ね返ってくるんじゃないかなって予想してたけど。あ、赤コインもう一枚探してくればワンチャンと思ったけど、これでどうよ、これでどうよ、赤コインを、やったー中身取っちゃえば勝ち。取れねえよいしょ。いや、わざわざここまで行く理由はですね、だいたいボーナス系ってコインくれる？くれないか。ボーナス系ってだいたい緑の悪魔が入ってるんでそれ狙いです、完全に。頼むぜ。あと1アップ確定なんだ。あ、なかったか。まあでもいいでしょう、2アップできたし悪くないと思います。行ってよかった。ステージ11参りましょう。まだカップあるよ。ギース、終わったかも。選択肢系かも。正しい選択をしろ、推察しろ。正しい推察をしろってことだよね。なんもねえんだけど。え？なになに？ドア入ったらそこ繋がるっしょ。え？ちげえのか。でも3アップできそう。よし、これは OK ですね。これはでかい。よーし。下のに繋がる？繋がった。中間もらいましたね。もうコインは取らなくていいんだけど、まあ80枚くらいで止めておきたいかな。あ、まだここ入ってないんじゃない？うん、いいじゃない。あ、一応ブロック見えましたね。 OK、 行かなくて、入らなくていいんだったら入らないんだけどな。なんか初見殺し系のステージじゃなさそう。選択系のステージもなさそうな気配ですよね反応悪かった。しまった、やらかしたな。今度はちびっこで行かなきゃいけないからね。なお厳しいです。最後クッパいるみたいなんで。あ、危ねえ。じゃあ入ってみる。あ、あれかぶりてえな。危ねえ危ねえ危ねえ。こいつらマジ厄介。よし。わあわあ。は？なんで？これはやらかしたな。無駄に気使っちゃったわ。いいや、もうあの持ってかない方向で行くわ。クッパとの勝負ですね、ちびっこで。うわっ、よし、オッケー。あー、結局3、3アップしてもプラマイゼロじゃ意味がねえ、意味がねえんだこれじゃ。うわ、痛いなー、これは痛い。残り4コースないとダメで、残り5コースしかなくて、で、3アップできるかっていうと、そうでもないし、まずほとんど死ねなくなったっていう時点で結構厳しい。正直な話。ミスできないって一番プレッシャーかかるもんね。お、いいね。タラちゃんの歌なんか歌ってる余裕ないぜ、マジで。お？誰？こうなるとね、早くクッパジュニアを元に戻すことができますよ。けど攻撃できなくなっちゃった。
ッケー。あ、でも持ってないですね。てっきり鍵持ちはあいつなのかと思いきや、ここに鍵があった。やべ、やらかした。うわー怖い。どこまで来るっけ。おー結構来るな。いや、これの中身気になるじゃないですか。結局ダメだった。パルテナだった。早いとこ鍵に行った方が正解なんでしょうけど、気になるよね、こっち。中身はなんだ？あ？あ？別に、あれだ。よかったんだ。こっち来てもいいし、中に多分キノコ類が入ってるんじゃないかなって予想。よし、なんとかスリアッパーできそうですね。主戦土のように金だろ、今は。主戦土のように金。主戦土のようにコイン。あ、ゴールあるってことですよね、これはな。一応右は、この辺。よし、オッケー。よーし、スリアップして、ノーミス。鍵持ち。鍵意味ね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。